これから晴れの日の前にするから準備しとけよ。毎日天気予報ばかり見ている。この先も雨が降りやすく、関東地方を中心に晴れ間のない日が続くでしょう。そもそも雨なんてみんな嫌いに決まってる。だから俺も。おい、どうした？お前、別に明日も雨。こいつには分かんないんだろ。一生考えもしないだろうな。待って、だってあんたはまだな、ね、恋人でもない俺に平気でこんなことができる。何してんの？自分の立場分かってんの？俺はこいつの契約済みの奴隷なので。あの人を初めて見た時、この星の生き物じゃないかもしれないって思った。女の子が相手なら一目惚れだとはっきり思ったかもしれない。でも返事は、漫画続けりゃいいじゃんって。自分の脳が衣食住の金を保証してやるから、俺んとこに来い。そこまで処理しきれなかった。その代わり俺の言うこと全部聞け。醤油食わせて。ダメだろって分かってるのに。じゃあ次は風呂な。気づいたら頭の中ぐちゃぐちゃでどうしようもなくなってた。口開け。大ちゃん本当好きだよね。分かんないだろうな、バーカ。あんたを目の前にするとあの顔が信じられないほど近くにあった。近づくたびに心臓が跳ねるから。今日遅くなるから晩飯いらね。いや今日も遅くなるわ。明日も遅くなるから。はい。あの人の帰宅が遅くなり、あ、もしあれだったらそっちも好きなところでいいから。あ、そう。言わなきゃ嫌われたくなくて、こんな風に感じること自体が嫌だったんだ。毎日俺ばっかり心臓を暴れさせてるみたいで。違う、嫌だった。便利な奴隷としか思ってないんだろう。俺のこと好きでもないくせに。もう疲れた。あんたといると疲れる。嫌いだ。なんで雨の時はダメなの？は？だってお前が言ったんだろ。え？お前ずっとバカだ。なんださっきの言い草。好きじゃないなら出て行きたいだな。お前、俺のプロポーズ受けといてよくそんなことが言えんな。養ってやるっつってんだ。プロポーズ以外に何？茅ヶ崎さんがダイヤちゃんのどこに惚れたんですか？ああ、それは陽が初めて作ってくれたカレーがまずかったから。それってどういうこと？ソース入れる？はぐらかされたのかな。いやでもあんな風に微笑まれたら本当に恋人なんだなって感じです。そう見えます。よ、駅までかなみさん送ってくるから。もうやだ。だから何が？あんたとか嫌いだか。だよちゃん素直じゃないからな。そんなにやりたきゃ隣のキャスターとやってろよ。お前天の弱っていうか。やだな、陽の素直になれないその不器用さが余計に可愛いんじゃないですか。っていうかお前俺のこと嫌いなんだ。俺のことが嫌いだから。嫌いだよ、あの満足そうな後ろ姿。ほんと腹立つわ。しょうがねえな。すいません。急にどうしたの？すごく具合悪そうだった。俺ってこんな顔してる？最初ね。はい。この人もしかして本当はめっちゃ俺のこと好き？こいつ俺のこと大好きだよな。見てりゃわかるよ。